撃集団青の会 YouTube チャンネルへようこそ。 TikTok 担当のマメです。イエーイ。前回の動画で劇団スタッフの高橋さんからいきなり質問を受けまして、今回は TikTok 担当のマメが仕掛けてやりたいと思います。いや、撮ってますよね、これをね。どうぞ。撮ってます。今回は私がスタッフの高橋さんに質問していきたいと思います。一つ目、身長は165センチ。次、出身地は栃木県。足のサイズは 25.5。 次、視力はめっちゃ悪いっす。次、好きな映画はレ・ミゼラブル。次、好きな色はオレンジ。次、好きな男性有名人は吉沢亮さんと岡田准一さん。吉沢亮さんのどんな作品が気になってますか？キングダム。岡田准一さんはNHK の大河ドラマ軍師官兵衛とファブル。かっこいい。かっこいい。次、好きな女性有名人は石原さとみさんと柴咲コウさん。石原さとみさんはどの作品が？NHK の朝の連続テレビ小説てるてる家族。柴咲コウさんは世界の中心で愛を叫ぶキレ。確かに。いつでも消え何しても消え変わらない。はい。次、好きなアーティストはワンオクロックさんです。好きな曲ベスティッドナイト。次、好きな漫画ベスト3。第3位イニシャル D。 そして第2位スバル。第1位風の谷のナウシカ。どのキャラクターが好きですか？テトキツネリス。かわいい。かわいい。次、はい、好きなアニメベスト 3。 第3位少女戦士セーラームーン。第2位呪術廻戦。はっ。五条先生推し。かっこいいっす。かっこいいね。たまりません。よし、第1位、白箱。白箱、どんなとこが好き？アニメを作っていく制作過程のアニメなんですけど、一つの作品を作っていく過程を全部見れるので毎回泣いてました。次、持ってる免許、資格は普通自動車、普通自動二輪バイク、中型バイクが乗れる免許です。じゃあ何乗ってたんですか？ホンダの、ホーネット250。色は？色は青。バイク乗ってどっか遠くに行ったりとか、みんなで山で走るとか。では、持ってる資格、2級自動車整備士。整備士、車の整備をする人。おーの免許です。次、はい、犬派ですか猫派ですか？猫派。猫さんのどんな仕草が好きとかあります？もう丸まってる時、その時にこういたずらするのが好き。丸いずつずつって。あ、飼ってたりするんですか？実家では。お、実家では。そう。お、お名前は？ラテトモカです。次、はい、去年の中で一番高い買い物は？高い買い物？ちょうどキャンペーンをやってて、鬼滅の刃の甘露寺さんと
義勇さんのマグネットが当たりました、うんうん、鬼滅の刃では誰推しですか、うん、富岡義勇さん。まめさんは私、私親方様、親方様落ち着いててかっこいい。確かに確かに確かに。次、はい、最近、うん、笑ったこと、笑ったこと、うん、インスタグラムのリールで、うん、いつも TikTok を撮ってるまめさんをシュッて行くんですけど撮りにだいたいニヤニヤしながらこうまめさん今撮ってるねって言ってそう、ニヤニヤしてる。そう楽しんでいらっしゃるわと思って、うん、すごい嬉しそうにいらっしゃいますそれを逆に撮りたい次、次、自分を漢字一文字で表すなら歩くっていう字。お、それはなんで。こうひたすらこう前に向かって歩いていければいいかなみたいな。なるほどそう、振り返らない。次、はい、得意料理は。得意料理、うん、卵とじのお味噌汁、うん、おばあちゃんとか、うん、お母さんは作ってましたね。お、うん、卵が、まあ、ベースなんですけど、あとは玉ねぎ入れたりとか、うん、ニラを入れたりとか、うん、豆腐を入れたり、なんかいっぱい入れました。お、卵でとじちゃって、わーって食べるのが美味しい、うん、あ、いいな食べたい。次、はい、演劇集団青の会に入って、うん、一番楽しかったこと。みんなで作品を作っていくのが楽しい、うん、じゃあ毎日だね。毎日そう、毎日楽しい。そうそうそう。次、演劇集団青の会に入って、うん、一番辛かったこと。まあ、作品を作るってなって、うん、でそこに向かってこう、まあ、みんなで作るじゃないですか、うん、で私の役割というかがあるので、うん、それがなかなか進んでいかないとき、こうしたいんだけど、うん、そこに向かっていく手段をどうしようって悩んで、うん、で、あ、できない、どうしようどうしようみたいな、うん、試行錯誤してる時が一番辛いですかね、うん、前に進まないなみたいな。次、次、うん、最後に、うん、ちょっと普段聞けないことを聞いちゃってもいいですか。どうしてこの演劇集団青の会のスタッフになったんですか。小林代表が演劇集団青の会を立ち上げますって言った時に、うん、じゃあ手伝いますって言ったんですけど、うん、代表がやるならなんか面白いことできるんじゃないかなと思って、はあ、そのお手伝いができればいいかなと思いまして、うんうんうん、面白いこととは、うん、作品を作るのもそうですし、うんうん、まあエンタメ全般、うんうんうん、なんか面白いエンタメができるんじゃないかなと思って、あ、エンタメを学びに、イエススタッフに、エンタメを学びに栃木から三重県に来ちゃいました。おそういうことだったのね、はい聞いちゃった聞かれちゃったそれでは、うん、演劇集団青の会 YouTube チャンネルをご視聴の皆様に一言、うん、一言、うん、演劇集団青の会で、ブログとインスタを担当させていただいてます。こちらの YouTube チャンネルの方も勉強を始めたばっかりではあるんですけど、どんどん皆さんに楽しんでいただける、動画を作っていきたいと思いますので、ぜひぜひ今後もご視聴よろしくお願いします。撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れとる。疲れました。疲れました。なんでなんで疲れたの。いや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 、いきなり質問して来るからですね。だっていきなりじゃないと面白くないじゃないまあまあねどうでしたか。疲れました疲れとる、めっちゃ疲れとる。え、逆に質問する側はどうでした。質問する側楽しかったあんま聞けないじゃんね。まあまあそうですね、うんうん、
お腹すいたね。なんか美味しいものを食べたいです。あ、食べたいね。食べたい、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。演劇集団青の会 YouTube チャンネルご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。